まさか花崗園将軍が撃たれるとは。まだ信じられぬ。あのお方が。これはまずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花崗園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが炎上を思い出すよ。皆に支えられ導かれここまで来たのだ。この大使必ず貫いてみせる。しないと。かえって共感を考えることにしましょう。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事な腕前、それがしも習いましょう。そ
道の戦運び妙ですね。何か別の目的が隠れているような。諸葛亮殿、詮索は不要でござる。拙者が今ここで飛行を打ち果たさん。ここは戦略上の用地です。進軍を停止し防衛線を設けます。これぞ武の神髄。ここは引いておきましょう。早く曹操の狙いを見定めなくて。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。上皇殿は窮地を脱したか。さすがだな。では俺はこのまま守りにつこう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。Ah!
が騒がしくなってきたの。そろそろこれはいいじゃな。わしは引くぞ。待て、コーチ。あいつは父さんの敵。絶対逃がさない。参りましょう。うわ、星の甲では押し切れんかい。無念じゃのう。あなたがいなければ今頃俺も。あの、本当にありがとうございます。うまくいったようです。困難ではありませんわ。さすがの腕前です。
足は私がいただきましたわ。兄者の天下のためには艦中が必要だ。さっさと出て行ってもらうぜ。俺の命に代えてもこの地は譲らん。先に行った縁のためにもな。ここが要か。俺たちはこの地で守りを固めるぞ。俺たちはここで敵を食い止めるぞ。虫一匹通さねえ覚悟で守れ。今はこの喜びをかみしめましょう。おう、お前の戦並大抵ではないな。
曹操、お前に漢中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。これは今度の舞台は向かい風のようですね。おお、お前の戦並大抵ではないな。笑顔で参りましょう。行きます。高層ゆかりの地を追われると、だが私たちの道はまだ終わりではない。真剣ですね。艦長が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りか。ならば艦中にもう用はない。なんとそういうことですか。艦中の餌に関羽を釣れたわ。さすが曹操殿だ。関中の戦はここらが潮時であろうな。宗人、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花公園殿のように死の本分を全うせん。書こうとも、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、猛徳、お前は休め。短期間で艦中と合皮の間をチョークし厳選したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと、縁も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。猛徳には戦勝の報と外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち、乱世の均衡を打ち破るのだ。